にちは、やんちゃんです。今日は夏の白菜キムチの作り方のコツを教えたいと思います。冬に作る本格的な白菜キムチがあれば、夏には手軽に簡単に作るマッキムチというの白菜キムチがあります。簡単に作っても甘く見ちゃダメですよ。味は一緒なんです。その分夏に食べる分ちょっとフレッシュでみずみずしいな、だけどしっかりコクがあるキムチを作っていきたいと思います。皆さんと私でキムチを作れば、これからキムチ料理が楽しくなります。私、皆さんと作りたいキムチ料理がたくさんあります。なので私を信じてついてきてください。これから夏に美味しく食べる白菜キムチ作っていきます。全体的な流れやレシピは下のブログをクリックしてご覧ください。배추キムチはよ、잘버무려야돼요。같이하면알아요。皆さん、今日ね、夏の簡単に作る白菜キムチ作りますけれども、白菜選びやっぱり大事。確定する時の大根も、大根の選びがとっても大事になってくるんですけれども、白菜もやっぱり美味しい白菜があれば、ただ水っぽい白菜も多いんですね。で、白菜ちょっと見ましょう。冬だったらもっとここが黄色っぽくていいものもありますけれども、今5月でしょ。夏とかもそうなんですけれども、色がちょっとね、黄色くないものもありますけれども、ここに葉っぱがしっかりついてて、色がいろんな色で綺麗なもの、あとここがそんなに分厚くないものの方がいいと思います。これすごくいいもの。ここもそんなでかくなくて、ブワーッとここまであるものあるんですね。芯が、芯もちょうどかっこいい、ハンサムなものです。あとそんなにキューキューもなってないもの、少し隙間があるものの方が美味しいですよ。皆さん、日本はね、4分の1でよく売ってますので、見たら分かりやすいと思う。皆さんの勘で、あ、ちょっと余裕があって、ここがそんなキューキューなってなくて、こういうところも分厚くなくて、葉っぱが、青い葉っぱもついてるものを選びましょう。じゃあこれ皆さんやるときに、やっぱり白菜って重さも全然違うんですね。で、大きさも違うと思います。なので私みたいに何回も、もう 何百回もつけてて、分量とかも目分量にできる方だったらいいんですけれども、不安の方はまず測りましょう。そう、韓国ではこういうことしないと思うけど、材料とかで皆さんがどのぐらいになるのか、だって4分の1でもすごいちっちゃいものあるもん。これより3分の2もなって、2分の1ぐらいの大きさものもありますもん。それを同じ分量の唐辛子使ったら、そりゃ辛いよ。なので一応ね、これちょっと測ってみます。やっぱり立派だった。700g あるので、2つにだいたい 1.5 キロあることなんですね。それでも 1.5 キロぴったりとかじゃなくていいですよ。今日のブログの量としては 1.2 キロから 1.5 キロのものだったら、もうその分量でやっちゃっていいです。大丈夫ですね。ちょっと心配減ったね。4分の1、2束、2つやりますけれども、皆さん冷蔵庫に2つ入ると結構ね、すごいスペースが必要になるかもしれないので、最初作る時、もし失敗する時もあります。本当、キムチはいくら私がね、細かく言ってても心配する時もありますので、まず4分の1、1個だけやってみてください。ブログの半分の量でいいじゃないですか。はい、で、見えますよね。この頭ギリギリ取ります。さっと洗ってきました。今は後で塩漬けしてしっかり洗いますので、今は軽く水にさらせばいいと思います。私も流水の水でこういう感じでシュ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 洗ってきました。洗うというか水をつけてきました。はい、まずこのまま全部切らないで、皆さん、ちっちゃいものはちっちゃいもので仲間作ろうよ。これちっちゃいじゃない、この辺、ここを食べやすく切りましょうよ。まずこの5センチとか、あまりちっちゃくしないでね。キムチでやっぱり歯ごたえとか、その白菜の風味とか、みずみずしさ大事ですので、この程度で切りました。葉っぱは皆さん、こういうちっちゃい葉っぱはこのまま入れちゃう。
この葉っぱも大きくないでしょう。まあこれだったらここに半分切ってもいいですし、ここに横に半分切るのもいいと思う。私も土地利用します。じゃあ次、中間レベル、中間役に来ました。じゃあここなんですけど、ここはもうちょっと幅が狭くなるでしょう。そりゃ大きいもん。この幅が大きいから、この幅をちょっと狭くしました。3センチぐらいにしていきました。それでまんべんなく塩味がバランスよくいきます。先にやったものと葉っぱの幅もちょっと違うでしょ。あんまり数学的に考えなくていいけど、まあ皆さんが見て一口よりちょっと大きめに切りましょうよ。でしょ。でここ全部葉っぱ、私葉っぱね、この程度だったらこのまま入れちゃう。そう、葉っぱは縮むでしょうよ、ちっちゃくなるので。こういう葉っぱとかしんなりなってきて味がうまく染みれば、これでご飯ごおいに海苔みたいに包んで食べても美味しいもん。葉っぱちっちゃく切らないようにしましょう。せっかく見えるの。はい、じゃあ一番えらい葉っぱきました。じゃあこれはもうちょっとちっちゃく切る。だってあまりも幅がすごいので、私半分切っちゃう。はい、半分切って、これはこういう感じで最初切った感じで似てるでしょ。皆さんこういう感じにちょっとしましょう。こういうちょっとちっちがあるものもう一回洗います。わかりやすいでしょ。皆さん一番外の葉っぱ立派なものは一応横に立てしてからやろうね、やりましょうね。最近言葉が短くなってごめんなさいね。この葉っぱ一番でかい。このままだからさすがでかいよ。まあ適度に私こういう感じで切るかな。大きくこのぐらい、このぐらい、このぐらい切りました。大丈夫ですね。じゃあ塩漬け入るよ。皆さん葉っぱ全部切ってみたらこれ残ってます。これパン捨てる方多いでしょ。もう一回拾います。戻しましょう。これ皆さんこれ美味しいんだよ。ここちょっと汚いからここは捨てましょう。汚いところは捨てよう。この上、一番上は捨てる。でこれ皆さん大根と一緒なんです。カクテリみたいに美味しいけど、このままだったら硬いので、これここにスライスして一緒に塩漬けしましょう。こういう感じでスライスするんです。これがね美味しいの。皆さんカクテリみたいに、大根みたいに入れます。捨てないでね。不安でも一応食べたことないし、今まで捨てたから、不安でも混ぜつけた後に食べてから、うわ合わないと捨てるのはいいけど、まずやってみましょう。じゃあ塩漬けなんですけれども、4分の1作るかだったらこういうボウルでいいと思いますよ。ここで塩漬けできます。なんですけれども、もう頑張る、捨てて四女さんと同じく2つ作るという方だったら、やっぱりなかなかそういう大きなボウル持てないと思います。そういう方はビニール袋、大きなスーパーのビニール袋に白菜をここに全部入れてください。でここに塩入れました。塩の分にはプログ見てね。塩ね、皆さん純粋の塩であれば、うん、やっぱり日本産使ってくださいね。私も普通にこういう安いもの使ってます。はい、じゃあこれをこの中で混ぜ混ぜしましょう。皆さんまたキュキュする、自然に塩漬けなればいいので、皆さんの力でこの子たちをしんなりさせようと思わなくていいですよ。この中で優しく混ぜてください。ここのものを上に乗せながらやっていきましょうね。葉っぱはすぐしんなりになりますけれども、でもやっぱりある程度芯のところが塩味が美味しく入るようにしたいですね。でコツとしては、しょっぱくなるよりだったら薄いのがいい。味付けでいくらでも塩加減入れますので、薄い方がいい。私はここに触りながら塩加減もうちょっとしたりしますけれども、レシピ見ながら塩も入れてください。白菜測って、その分量で、白菜がもうちょっとちっちゃかったら気持ちだけちょっとちっ少なめに入れたりすればいいと思います。これで皆さん40分から1時間置きます。じゃあこうになったら、皆さんある程度空気抜いて結んでおきましょう。
でここに置きましょう。で40分とか1時間ほったらかしするものではなく、あのここにちょっと混ぜてあげたり、上でちょっとここにもみます。ぎゅうぎゅうじゃないですよ。簡単に優しく塩水がまんべんなく全部回るようにここにしてあげたりする作業を、この40分と1時間間に2回ほどやってくれると偉いです。皆さん、キムチ塩漬け終わりました。あんないっぱいあったものがここのぐらいでしんなりしてきました。もちろん葉っぱこんなに しんなりしてるでしょ。私が最初葉っぱ大きめに切りましょうっていう、ね、理由がよく分かりましたよね。あんなものがこうになってるんだよ。もうほんとちっちゃく守りたくなるぐらいの大きさになってきたんだよ。これだよ、これだよ皆さん。でしょ。なので大きめに切りましょうね。じゃあ白菜なんですけれども、塩漬けがよくできたかできてないのかのことを今こうにね見せるのも難しさがあります。皆さん伝わりにくいかもしれないんですけれども、まず食べてみましょう。食べてみてご飯なしでこれを3枚4枚、もちろん10枚でもこの芯をバクバク食べれるような、あ、ちょっとだけの塩味で美味しいみたいな浅漬けですね、日本の感じで食べていただければ問題なく味付け美味しくいくと思います。表面だけが塩漬け入ればいいんですね。ちょっと曲げてみるとこのぐらい、ちょっと体硬いなというのぐらいの体操しかできない人の硬さなんです。これがもうブニューンでなると、これもちょっと折れそうでしょ。折れちゃった。中はちょっとね生みたいなもの、表面だけ塩漬けができればいいです。それが40分から1時間なんですけれども、最初やる時に難しかったら40分で洗っちゃいましょう。それでいいと思う。これもこれ以上回らない、硬いね。もうちょっとストレッチングしてほしいなというの、体のことを思い出しながらやってみましょう。じゃあこれさ、水切りとかも1時間ぐらいすればいいんですけれども、私忙しい時には30分で終わる時もありますよ。そこから1時間やっても、あの軽くは絞ってます。じゃあ絞り方ちょっと見てみましょう。皆さん絞る時もこの芯のところ絞る必要ない。もともと浅漬けみたいに塩漬け薄くしてますし、水はいくらしても出ます。なのでこういうのはパス、そのまま入れていただいて、どうしても葉っぱのところが塩が多いので、葉っぱだけギュギュしない、そんなにギュギュしてません。気持ちよく1回2回でいいです。こういうのも見て1回ぐらいでいいです。なるべくこういう白いところはそのまま活水入れていい。チャルにやってからやってくださいね。葉っぱだけある程度適当でいい。葉っぱだけいか、はい、 OK でいきましょう。1回ぐらいで絞ってるでしょ。だって汁も出てほしいもん。汁があって、その汁もちょっと飲んだりキムチチゲに入れたりしたいので、これでいいです。一回ギュッと、うん、葉っぱだから芯だからちょっとこういう感じで、ね、あまり皆さん、あの白菜の個性を殺すことしないように、白菜のいいところを潰さないように。白菜は水出ますので、はい、自然に出るのがいいですので、自分の力を自慢しないようにしましょう。じゃあ味付けやってみます。家にある野菜があればちょっと入れたいんですけれども、なければ白菜とニラ一束とかでも全然美味しくなります。大根入れますけれども結構太いでしょ。細くしてもいいです。これはルールないの、あの作り方の切り方のそのルールはないのでいいんですけれども、個人的に白菜と大根両方主役にしたいんです。だから大体私 200g 入れてますね。大根も存在感をあの足してあげたいなと思って、私は大きめにやってます。じゃあこれをこのボウルに、後で味付けするボウルに入れときましょう。なくてもいいんだけど、もしあれば人参ちょっと入れるのもいいんじゃない、彩りで。でニラない方は長ネギ2分の1個ぐらい輪切りにして入れても大丈夫です。
ニラもちょっとね、一束とっさり入れてます。大体ね、5センチぐらいでいいでしょう、皆さん。小ネギでもいい。ボウルに入れて、最後に入れたいな。まあ、直接したらみんなしんなりなるけど、なんかニラは最後に入れたいです。じゃまずは、ブログ通り。そう。じゃあ、ここにまず、唐辛子。粗いものですね。粉末ポイチゲ用の唐辛子は入れないように、はい、キムチ専用入れましょうね。ここで十分いいんですけれども、ちゃんと辛口の唐辛子も家にいつも常備させていて、これをちょっとだけね入れると後味が辛くて美味しいのよ。でもこのぐらい入れるだけで後味がぐんと辛くて気持ちいい辛さになります。辛口唐辛子このぐらい、大さじ2分の1入れましたけれども、多分皆さん普通の日本に売ってる中辛の唐辛子粉だったら皆さん十分辛さ感じるし、ちょうど美味しく食べるので、無理してこの辛口唐辛子粉入れなくてもいいですよ。辛いものが好きな方もいらっしゃる、そういう方は入れればどうですかっておすすめ。玉ねぎおろしと、あとリンゴおろし入れました。リンゴなければ入れなくていいです。皆さんもし家にカゴメ野菜ジュースとかあれば50ミリリットル入れるといいですし、あとリンゴジュースでもいいです。玉ねぎおろすのちょっと面倒だな、千切りでいいです。薄く千切りして100グラム程度入れてみましょう。楽しくやっていきましょう。自分にプレッシャーかけちゃダメ。はい。あと生姜でしょう、あとニンニクでしょう、あとカナリエキス。皆さんカナリエキスも、カナリエキスって書いてあります。これもよく使ってる。ミョルチエキスって言って、イワシエキス両方どっちでもいいです。あのイワシエキスだからカナリエキスだからって言い訳ならない。どっちでもこういう発酵した魚エキス入れるのが美味しくなります。はい、エキス入れて、蜂蜜、砂糖でもいいんですけれども、やっぱり美味しくなるためには蜂蜜入れてほしいです。コクが違う。甘さはね、砂糖はね、甘さがクンと立つのだけど、こういう蜂蜜とかはコクになっていきますので、やっぱり深い味が出ます。とアミノ塩辛ない方も多いでしょ。なければイワシかカナレキスプラスワンしてください。いいの、それでも美味しくなります。私もよくアミノを入れずにカナリエキスとかでもよく作ってますよ。それでも美味しいキムチになりましたので、アミノ塩辛がなかったら美味しくないとか、そういう言い訳はしない。じゃあこれあえてみましょう。皆さん全部入れましたよね。ああそうそう、足したね、足した入れて、そしたら全部入れました。じゃあやってみます。あえる時もぎゅうぎゅう押さない、自然でやっていけばいいですよ。その分長くちょっとね、あえた方がいい。こういう唐辛子が粗っぽく見えないようにするのが大事です。なので自分の手の温度でどん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 滑らかにしていきましょう。 ここから早送りしようか。皆さん今ね2、3分やってます。はい。もっと綺麗に色になるまでやってます。一度ね、カメラ消しました。そしてからまたずっとやってるの。力入れてません。気持ちよくやってますよ。はい。もうちょっと色が赤い方がいいなと思うと、もうちょっと入れるも、このぐらい入れるのもいいですよ。皆さん考えたらね、キムチのり忘れた、キムチのり入れなきゃ、忘れたらここに後で入れていいので、ちゃんと私みたいにしないでちゃんとチェックしてね。もう一回混ぜます。キムチのりは一番最後にまた作り方出ますので、それ一回また確認しましょう。キムチのり入れると発酵する時の菌がね、餌になって乳酸菌が増えていきます。皆さん最初から比べたら色すごく馴染んできたでしょ。綺麗な唐辛子色になってきました。皆さんこういう風にできたら微調節必要じゃないですか。微調節する時まず味見しますけれども、
ここ食べたらどう？味薄いでしょ？水が多くあるし味が染みてるわけではないじゃないですか。なので味見する時にはこういう葉っぱを食べるんです。薄っぺらで味がこうに絡まってるので、こういう葉っぱを食べると味がよくわかります。そこからかなりエキスドーン、蜂蜜ドーン、この2つの調味料だけ置いてピーゾー節を始めればいいんです。今食べてみて、ちょっと味が寂しいなと思ったら、両方プログよりプラス大さじ2分の1から1調節してください。食べてみて、皆さんほんのり甘いのはいいですよ。ほんのり甘いのは美味しいキムチなんです。だけどうわ甘い、多分そこまでならないと思いますけどね。かなりエキス大さじ1入れる、食べてみて、あ、ちょっとね自分の口にはしょっぱすぎ、ややしょっぱく作るキムチいいですよ。なぜならば水分が出るから、水が出るので、皆さんちょうど美味しい味ではなくやや濃い味がベストだと思ってください。なんだけどちょっと顔の感じがね嫌な顔になるぐらいしょっぱいなら、その時は蜂蜜をまたプラス大さじ2分の1だけ調節してみてください。おそらくブログの通りに味付けを入れてあえると、そんなにしょっぱい、そんなに甘いキムチにならないはずなんです。なのでプラス大さじ1ずつぐらいはあり得ることだと思いましょう。そしたら皆さんの気持ち美味しくなりますし、高に作って不安な時にはちょっと2日間ほっときましょう。1日ぐらいは常温にしましょう。夏はね半日ぐらいかな、はい。そして冷蔵庫に入れて2日ぐらいなれば水もある程度出て落ち着いてきますので、その時召し上がったら、あ、ちょっと薄いな、あ、やっぱり甘かったな、なります。なる時があります。その時またちょっと微調節して入れればいいですよ。もうちょっと辛いキムチが良かったな、その時ちょっと唐辛子を大さじ1入れていいんですよ。皆さん作り終わったから触っちゃダメはないんです。触っていいですからね。あとこのまますると汁がちょっと上がってきたり、ちょっと黒っぽい水が、澄んでる水がここに上がってきたりします。それ捨てないですよ。またここに混ぜたらみんなトロトロのキムチ汁になりますので、作った後に捨てるものはありません。大丈夫ですか？じゃあ皆さんやってみましょうね。白菜キムチ、家のキムチ食べたら外のキムチあんまり食べなくなると思います。いろんなキムチ料理も増えますしね。忘れた、ニラ入れなきゃ。そう、私事しちゃダメですよ。もうヨンジョンさんってばなりますよね。わかる。うちの旦那もたまにイライラしてました。こういう性格だもん。じゃあこれは優しく混ぜ混ぜ。危なかったね。でもね、ちゃんとねここに思い出すから、私偉い、ははは。自分を可愛がるのって大事ですよね。これで本当に終わり。もしまた会ったら呼びます。そうだ、呼びました。皆さんここでね、美味しく食べるやり方もう一個あるんだ。これは韓国人じゃ、うちのお母さんよく知ってくれました。香ばしく焼いた煎りごまに作りたてのキムチをずっと見ていたら、ここにつけてくれるんです。このキムチが美味しいんです。皆さんここにつけて食べると香ばしくてみずみずしくて、これもぜひやってみてください。止まらなくなりますよ。あー、よかった。忘れないで、よかった。いただきます。キムチのりです。100ml の水に除菌粉、なければ小麦粉でも大丈夫です。で入れて、皆さんこれコツなんですけれども、ちょっと温かい水とかはいいけど、熱い水に入れると除菌粉とかが固まってしまうんですね。なので、まず冷たい水に全部きれいに溶かしてから火つけましょう。火はね、弱火とか中火とかしなくて大丈夫ですよ。皆さんが熱くならない程度の火でささっと作ればいいです。 100ml だったらあっという間にできますので、どこか行っちゃダメ、ここにずっといる。でたまに混ぜてくれれば、これがトロトロ海苔みたいになります。で意外とキムチ作る時にこれ面倒だなという時ありますので、3倍4倍作っていただいて、こういう小さいタッパに入れて冷凍すると楽ですよ。皆さん
あ、もう出来上がりました。よいしょ、見えます？ほら、トロトロなってきたでしょ。今暑いからね、もう少し滑らかなんだけど、これ冷めるともうちょっと硬くなります。でもあんまりそういうの気にしないで、ちょっと緩くても硬くても量がちょっと多めに入っても少なく入ってもキムチが発酵するための餌なんです。これを食べて乳酸菌がますます丈夫になっていきますので、入れるごとに意味がある。白菜キムチできました。やりながらも正直心配があります。皆さんいろいろ不安になるかもしれないんですけれども、まず自分の気持ち、自分の食べた時のその味の感覚を自分なりに素直に信じてくださいね。白菜あんまりちっちゃく切らないこと、葉っぱ大きめがいいですよ。それでもちっちゃくなったでしょ。塩漬け、しょっぱくならなければ何でも OK。 その塩漬けが終わって水で洗う、それで水を切ってから皆さん食べてみて、何枚もパクパク食べるぐらいならいいです。ただし葉っぱはしょっぱくなる時がありますので、普通の白いところ食べてみてくださいね。そこに少しの塩味があればいいです。後で味付けて塩の味入りますから。絞る時には葉っぱだけ軽くギュッと絞ること。味付け入りましょう。唐辛子粉は皆さん好みで辛さは調節してもちろん大丈夫です。和える時もさっと和えて終わりではないですよ。私3分4分ずっともみもみしました。手の温度で唐辛子粉とかがよくなじむようにしていきましょう。あと最後に味見をする時、かなりエキスとかイワシエキス、あと蜂蜜だけで、それ2つだけで微調節すればいいです。レシピ通りにやっていけば変な味にはなりません。ちょっとだけの甘さかしょっぱさの調節が大事なこと。やや濃い味がいいですよ。白菜から水が出ることを考えて、少ししょっぱい味がいいことなんです。あと2日間経ってから食べてみて、薄かったり甘かったり、辛さをちょっと調節する時には知ってください。大丈夫です。最後、私みたいにあちこち忘れないでね。ちゃんと準備してからやりましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。シソ、シソはね、これは本当にもう四重式ですね。卵焼きしてみてください。わからない、月見が透けてるように見えてて、なんかテージャトっぽくなるでしょ。に入るようにしましょう。こんなに断面にも月見が見えて遊び心があるでしょう。